クマバチは、ミツバチか、バチ族に属する昆虫の総称。一般に、大型の花チであり、これまで、約500種が記載されている。方言によっては、連絡に伴う、入り渡り、美音を挟んでクマバチとも呼ばれる。日本の在来種は、クマバチ、熊蜂、クマバチ、沖縄バチ、赤足ロクマバチ、小笠原バチの母種が知られ、それぞれ地理的に住み分けている。 また、近年、台湾クマバチや、そのマバチなど、外来種の侵入も確認されている。単にクマバチと呼ぶときは、北海道から九州にかけて広く分布するクマバチも、黒い、胸部の毛は黄色いのでよく目立つ。体の大きさの割には、小さめな羽を持つ。羽はかすかに黒い。メスは、顔全体が黒く、腹眼は切れ長。額は広く、顎も大きいため。 全体に頭が大きい印象。それに対し、オスは複眼が丸く大きめで、やや狭い額に紅白色の毛が密生し、全体に小顔な印象。本州の熊チは、おおむね、山桜類霞桜などが先をある晩春頃に出現し、街中でも富士や偽アカシアの花などに活発に放火するのがよく見られる。成虫の活動期間は、 晩春から中秋頃まで、寿命は1年程度と推定され、その年生まれの新生虫は越冬して、翌年に繁殖活動に参加すると推定されている。メディアを再生する、羽ばたきの40倍高速度撮影未時間0.9秒、ブーンという大きな音を立てて安定した飛行をする。植生は他の花鉢同様、過密、花粉食。 初夏から秋にかけて様々な花を訪れるが、頑丈な首と太い興奮を活かして、花の根元に穴を開けて、蜜だけを得ると蜜もよく行う。この頑丈な首は、口術の先行演奏性によって発達したものと考えられ、この蜂の形態的特徴の一つである。富士の仲間の花はクマバチに特に好まれるが、とても硬い構造で蜜を守っており、クマバチの力でこじ開けないと花が、 正面から開かない。また、クマバチが鼻に止まって、蜜を飲もうとすると、初めて硬い花びらが開いて隠れていた家中と薬が、脱出し、クマバチの胸部や腹部に接する。このことから、富士はクマバチを花粉媒介のパートナーとして、特に選んでいると考えられる。こうした、クマバチに特に花粉媒介を委ねている花は、クマバチの形花と呼ばれ。 時計層科のパッションフルーツなどの熱帯果樹や豆科の富士やゆくの木などに見られる。春先の山道や林道では、オスが交尾のために縄張り内の比較的低空をホバリングし、近づくメスを待つ様子が多数見られる。また、オスはメスに限らず飛翔中の他の昆虫や鳥類など、接近してくる対象のすべてを追跡し、メスであるか否かを確認する習性がある。初夏、 メスが太い枯れ枝や木造家屋のたるなどに細長い巣穴を掘り中に蜜と花粉を集める。蜜と花粉の団子を幼虫一匹分ずつ丸めて散乱して間仕切りをするため一つの巣穴に一列に複数の個室が並ぶ。その夏のうちに羽化する子供はまだ性的に未成熟な亜生虫と呼ばれしばらく巣に残って親から花粉などをもらう。またその際には亜虫が 巣の入り口に陣取ることにより、天敵の侵入が若干だが防がれる。巣内に侵入して散乱する天敵として、平津原性がよく知られる。成虫の姿でのぼしの同居は、通常の単独性の花鉢には見られない行動であり、ア社会性と呼ばれる。これはまた、蜜チや丸花鉢などに見られる高度な社会性につながる、社会性への中間段階を示すものとも考えられる。 巣の周囲で他の個体への激しい排斥行動は行わないため、同じ枯れ木に複数が集まって演奏することもある。体が大きく葉音の印象が強烈であるため、粘毛な種類として扱われることが多いが、性質は極めて温厚である。ひたすら花を求めて飛び回り、人間にはほとんど関心を示さない。オスは比較的行動的であるが、針がないため、刺すことはない。 毒針を持つのは、メスのみであり、メスは、巣があることを知らずに巣に近づいたり、個体を脅かしたりすると刺すことがあるが、たとえ刺されても重症に至ることは少ない。クマバチとマルハナバチ類に関しては、航空力学的に飛べるはずがないという類の、都市伝説が20世紀から流布しているが、これは誤りである。主に航空機を対象とする従来の、航空力学において、 昆虫の飛行一般の原理は大きな謎とされていたが、1980年代頃から昆虫の飛行に関して全英渦が果たす役割が明らかとなって原理の解明が進み、今日では工学的な再現や応用も視野に入れた研究が盛んに行われている。リムスキー・コルサコフの楽曲は、砲台、熊鉢の飛行として知られるが、ロシア語のや、 英代にある英語のバンブルビーは、マルハナバチを指す。ただし、英語圏においても、クマバチとマルハナバチは混同されることが多い。クマは、哺乳類のクマになぞらえ、大きいもの、強いものを就職する語として用いられる。このため、日本各地の方言において、クマンバチという地域が多数あるが、クマンバチという語の指す対象は、必ずしも、クマバチだけではない場合があり。 多様な含みを持つ語である。クマバチとクマンバチでは別の蜂を指す場合もある。ムは、クマと蜂の橋渡しをする音便化用法であり、方言としても一般的な形である。本種は、大型ゆえにしばしば危険な蜂だと解されることがあり、スズメバチとの混同がさらなる誤解を招いている。スズメバチのことをクマンバチと呼ぶことがあり、これが誤解の原因の一つと考えられる。 花粉を集めるクマバチが全身を柔らかい毛で覆われているのに対し、虫を刈る、スズメバチ類はほとんど無毛化、荒い毛が生えるのみであり、体色も大型スズメバチの黄色と黒の島とは全く異なるため、外見上で取り違えることは、まずない。蜂類の特徴的な、ブーンという羽音は、我々にとって、 刺す蜂を想像する危険音として記憶しやすく、特にスズメバチの羽音とクマバチの羽音はよく似た低音であるため、同様に危険な蜂として扱われやすい。かつて、児童文学作品の、ミツバチ・マーヤの冒険において、ミツバチの国を攻撃するクマンバチの絵がクマバチになっていたものがあったり、昆虫物語りみなしご発チのエピソードで略奪を尽くす集団、クマオーラがクマバチであった。 少なくとも日本においてミツバチのような社会性の巣を集団で襲撃するのは肉食性のスズメバチであり花粉や蜜の実食べるクマバチにはそのような修正はない。このように本種が凶暴で攻撃的な種であるとの誤解が多分に広まってしまっており修正はなかなか困難な様子である。ありがとうございます。